はい、聖剣伝説3ホークアイリー戦のパート4です。よろしくお願いします。はい、というわけでね、3人揃いました。今回の編成がリース、ホークアイ、ケビンということで、かなり攻撃力に特化したようなパーティーとなっております。見て、ね、BL のイチャラボを見てる。こんな感じ行きましょう何をやってんねん。はーい、暴れろお前ら。お、今夜なんで。おっと、でも強いもんあいつ。しかも手数多いのに挟み撃ちにされる敵のかわいそうなあれを瞬間火力えげつないよこの編成。えげつない。犬を引っ張り文字通り一周していく。これいつの間にか俺ケビンになってる。あれあれ崩壊使わないのみたいな。からあげパン。やはり大丈夫。毒ガス全員かよ。なんで回復する。早い。3人全員殴れる編成ってのは初めてだね。え、あたまには俺がパックンチョコ50円ぐらいで売ってるやつだ。だ、これはいいぞ。いい回復アイテムだ。強えな。ホークアイのあれは探検なの。探検ダガーに導入だ。船が出るぞー。だそうです。船が沈むぞーい。終わった。ゲームオーバー。今さカー、でカー、うん、あれなんだっけ、あのバイオハザードのヘリ乗ってる人マークだっけか。バイオハザードの4とか5。4は、マークじゃない。あいつは、あ、4はマイクで、マイクか。5は、5はあれだ。5はカーク。5は、5はカークか。みんな死ぬやつだ。そうね、みんな死ぬやつ。カークあれだよね。リベレーション1で一応出てたよね。あー、途中のやつもしかして。あのヘリで最後助けに来てくれたのあれカークでしょ。あれカークなの、うん、なのに死んじゃったの。ええ。もう発売順的にバイオハザード5の方が先だから死ぬこと確定してたね。なるほどね。悲しい。バイオのヘリコプターは本当すぐ死ぬな。本当あれだよね、カプコンのヘリの操縦士には絶対就職したくないね。あれなんじゃない、あのエンディングで迎えに来るやついるじゃん、うん、あれも実はさ、エンディングで迎えに来ました、うん、次の作品で死んでますだったりしてね、みんなかもしれないね。ね。せっかく生き残ったとしても、せっかく生き残ったとしても、あのだからそのヘリコプター操縦してんのがメインの連中だったらセーフなんだよきっと。だって3だって確かそうだったじゃん。だけが3のあのムービーで殺されてるやつもあれワンダカで確か助けに来たヘリコプターだったじゃなかったっけ。オツだわ本当に。あのアルファチームだかプラボチームだかどっちだか忘れたけど、唯一の生き残りみたいな、うん、唯一ってか。この編成さ、
とにかく武器強化してればまず間違いないね。ね。でも金がなくなるねんな。うん。ケビンの装備はまともなもの持てたの。まともなもの装備してる。いい。薬を買おう。この手もうルートはもう薬が絶対的にね。ね。俺絶対ヘリのあるところなんで。バイオっていうかカプコンがダメなんですよ、確かね。カプコン製のヘリは沈むってよく言われてるから。そう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 。ヘリじゃなくてもよく。ヘリじゃなくても。乗り物全般、壊れるためにあるようなもんだからね。破壊オブジェクト、オブジェクトか何か。いや、バイオもそろそろ、新しいの出ないかな。セブン出てからもう結構経つよね、多分ね。もう8出てる。え？防具全然見てなかった。金なくなっちゃったもんな。まあ、いいか。ほら、頭防具とかあったわ。あ、買える。自分の分だけ買うやつ。まあ、男どもはね。頑張れ。おう。聖剣伝説もさ、うん。なんで出なくなっちゃったの？なあ。ある。だけど、うん、フォーは、失敗作と呼ばれている。なんで？何が失敗なの？シナリオとかいろいろ悪すぎてっていうことらしい。やったことないんだけどさ。万年。確かプレスで出たんだのかな。あ、そうなの？うん。なんかあんまり評判は良くない。なんでだ？でも、ナンバリングになると全部面白くっていうのは難しいんだろうね。うん。さあ。よくさ、うん、FF って結構ほら、好きな、人とかはさ、うん、これダメでこれはいいってのあるじゃん、うん、ドラクエってあんま聞かないんだけど。ドラクエもある？クエも、極端にダメっていうのはないと思う。1から8までで考えればね。あ、そう。9、10はほら、オンラインっていうか、そういう要素があるから、うん、まあ、そこはちょっと、賛否両論強いと思うんだけど、うん、強いて言えば、うん、本当好きな人は好きなんだけど、うん、俺個人的な感想なんだけどね、うん、ドラクエ7は話長すぎる。あー、言うね。あれ100時間ぐらい超えたでしょ。初見でやったら100時間いっちゃうかもしれないぐらい。あー、俺ね、それぐらいないとダメなんだよ、逆に。うん。で、普通にストーリー攻略だけでそのぐらいあるのさ。うん。ストーリーと、なんだろう、例えば一面から二面に行きますと、うんうん、で一面から二面に行く条件としてその間にあれこれ集めなきゃならないと、あ、それがね、とことん多すぎるっていうか、ちょっとだるいんだね。そう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 、早く進めようよっていう。で、職業のシステムがあるもんね。うんうん、が全部の職業をマスターさせようとすると、うん、ドラゴンクエスト6の職業の戦闘回数の合計値の大体3倍ぐらい必要。戦闘回数。モンスター職っていうのがね、あってね。うん、普通の人間職が、うん、大体100回前後戦闘すれば、うん、基本職マスターできるんだけど、例えば、うん、スライムという初級のモンスター職があるとしよう、うん、200回ぐらい戦うんだよね、マスターするまで。ああ、スライムでだぜ。確かに、やり込み要素としては、まあそう、やり込み要素としては強いんだけどね。すごいね、した時の自己満足はすごいだろう。うん、あ、多分それまでやったらね、多分えげつないようになるね。よくあれディスク2枚構成でやったな。そう考えるとやっぱ今
ブラケットすぎた。うん。で、イレブンも今スイッチ版出るんだけど、うんうん、俺はね、プレステ4でも結構お腹いっぱいだから。あー、なるほどね。追加要素もあるんでしょ？多少ね、なんかシナリオが追加されてるっぽいんだけどさ。なんか、プレステ4版のボリュームが結構自分としては満足してるから、うん、そんなにあれこれ足されてもあんまりね、魅力を感じないというか。それはあるね。じゃあなんでプレステ4にあんなに詰め込んだのっていう。まあね、いろんなね、意見あると思うけど。好みだからな。うん。あ、そっか、バイザー入れないか。そうか。じゃあ男女の行くしかねえな。完全版処方やめてほしい。うん。そろそろ。最近ありがちだからね。多すぎるね。RPG の完全版って一番嫌なんだよ。ほら。それこそさ、引き継ぎできないでしょ。大体ね。ドラクエとかってさ、どうなの？引き継ぎできんの？イレブン新しいのでマジ。だってスイッチだぜ。やっぱできないでしょ？その、うん、そもそものゲームのハードが違うから。うん。ってなるとさ、新規としては嬉しいよ。例えば俺とかはイレブンやってないから。うん。スイッチ買ってイレブンやるってなったら、俺みたいなのは満足できるかもしれない。俺、一回目のプレイとことん最後まで隅々までやっちゃってるんだよ。うんうん。だそういう人はさ、だるいよね。うん。全キャラレベル99まで上げちゃったからね。だからプレステ4版でなんかそうやって追加ないもんかね。なんつーの、ね、やるならなんつーか。アップデートは無理にしろ。例えばさ、うん、DLC でね。 DLC でもいいし、うん、プラス数千円で追加データできるなんか、うん、ディスク販売するでもいいし。それでいいと思うんだけどね。出た。ロボットだよ。ロボットだ。じゃあ、よろしく。OK。いきなりかよ。え？死んだ？死んだ、生き返った。どっち？死んだ。しかも今朝だからな。あーそう、ね、前うん、ケビン2つ多いって頑張ったな。うん、攻撃が当たってないんだが。よし、自分にも使おう。でもやっぱ瞬間火力やべえな。終わったー。オッケー。2体同時。美しい。だよね。ん？崩壊とリースのさ、うん、喜び方がまともなせいでさ、ケビンの喜び方おかしすぎるよ。崩壊死ん死んでたよね、今だ。俺レベル上がんねえな。おやおや、さてと、さっきの一番最初の話でも、うん、ナンバリングってずっと面白くて難しいんだよね。うん、考えるとすげえよな。長くてね、
FF もユフォも15までポン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 とこう出したもんだ ね、まあ、ね。でも FF は結構あれじゃない、作品数あるせいで、うん、一番っていうか多いんじゃない。そうだね、思い入れのある人は、ほら世代によってもやっぱね、世代によってね変わってくるだろうし、これによってはダメだけどこれはいいみたいな言ってさ、うん、俺たちの世代で一番爆発力があったのってファイナルファンタジー7じゃない。そうだね。でもファイナルファンタジー7を、あ、なんだろう、俺は一番好きかって聞かれたらやっぱそうじゃないもんね。うん、俺はほら、もっとちっちゃい時から FF やってるから、ね、やってるからさ。だからね、古いのからやってると一瞬入るのに迷ってしまう、うん、作品っていうかシステムだもんね。確かに。で、また最新の世代だと13とかなってくるじゃない。うん、まあ、第1世代、第2世代と言えるんであれば、うん、うちらは、世代的には第2世代。そうだね。セブンから、まあ、10とかね。うん。これは単純にティーダが好きだから10が一番。うん。やっぱ個人的にはないんだな。今実況してるけどさ。うん、素早さあげよう。キャラクターの個性書かれちゃうゲームってあんま好きじゃないんだよ。あー、なるほどね。だからドラクエ6とか7も面白いんだけど、うん、ドラクエ全体で見た評価としては俺の中ではそんな高くないんだもんね。あー、面白いんだけどキャラクターの個性潰す必要あったっていう、うん、あれなんだよね。まあ難しいとこだけどね。その分ちゃんとほら、まあ、戦闘のなんつうの幅広げてるから、うん、バランスは取れてるんだけど、うん、いいよ、魔法のロープと脱出できんじゃん。緊急用だな。うん、さすがに防具買う金で貯まったろ。どうすか。6よ。よし。これでまた間違えたメニュー開けた。装備を。革の帽子。バンダナと。よしよし。で、ここだけかな。ボンボヤジ。ボンボヤジ。ボンボヤジ。ボンボボヤジ。ボンボヤージとかけたかったんだろうかね。そうじゃない。さて、ではもう一回。大地の裂け目。虫きらめ、まだいた。えい。あ、まだいんの。え、途中で湧いたべ。湧いた。いや、後ろから、後ろから来た。弱っ。待て。ない。
といい火力だな、この編成は。瞬間火力が。よしよし。攻撃力だけだったら5人分だからね。だからね。あ、ハチミツドリンク熱い。いいね。お、まだいる。え、まだいんの？まあ、いいや。よし。アイテムは。なし。なし。うん、フラグが立てられてない。ここで、なんか出るはずなんだけど。まただよ、フラグ立て忘れだよ。どうすんの？なんか、なんだっけ、普通に会話するんでよかったと思ったけどな。どうしたら引けんじゃん。ダーツ強っ。なんかすげえ遠くで暴れてる。お、入るか。いけ、うん、崩壊 HP は一番低い。よし、いいね。何、蜂だから蜂蜜ドリンク。なるほど。そもそもこいつ蜂なのでしょ。ワスプっつった。アサシンバグ。バグ、でもバグだとあれか、ハムシだからドククリか。お、勝負投入が入ってないから。4月ですよ。うん、4月なのにストーブつけなきゃいけないほど寒いですよね。僕たちのふざけないでください。おテント様やい。北風さん仕事しすぎでしょう。ねえ、そろそろもうね、あの寒いところ特有の桃引きってのまだ入ってるからね。うん。フラグだってこうしたと思ったんだけどな。なんで4月なのにまだ雪降るかな。うん、あ、そうか、先こっち行かなきゃいけないか。かやくんがね、名前変わってるよね。はい、まあ、火薬取ってこいと。いうことなんだけども、まあ、一旦一区切りかな。お。はい。で、忘れるからな。フラグ立てでしっかりしとこう。そうだね。こうしたろ。はい。はい。では、一泊して。金すぐ貯まるな。こうしたら寝方悪いと、マイルド。
じゃあ、次回はドワーフの村目指して進んでいきましょう。というわけで、聖剣デス3崩壊リース編実況プレイパート4、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。バイチャー。